ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は、奈良市柴辻町にございます 2LDK の賃貸マンションオークビレッジの1階をご紹介させていただきます。まず、最初にご紹介するのが、こちら LDK の、スペースとなっております。こちらですね、奥の部分にややこのように独立したスペースがあるので、まあ、こちらをリビングに、また、キッチン側を、ダイニングテーブルを置いていただくスペースに、そんな感じで使っていただけるお部屋となっております。こちらの LDK はこのように窓が2つついておりますので、非常に明るいお部屋となっております。そしてこのように奥にキッチンがございます。キッチンはですね、非常に使いやすいオープンタイプのキッチンとなっておりまして、シンクもですね、調理スペースも広々ととっております。またこのように2口のガスコンロが最初からついておりまして、このように上には換気扇がございます。収納の方もですね、非常にたっぷりとございますので、上からですね、そして水切り棚ですね、そして下までと、しっかりとございますので、お鍋などを十分収納していただける、キッチンとなっております。こちら 2LDK の、お部屋となっておりまして、あと2つお部屋がございますのでご紹介させていただきます。まずこちら、LDK の隣にございます洋室となっております。こちらの洋室はですね、寝室として使っていただくのもいいですし、またですね、先ほどのところをダイニングスペースとして使っていただいて、こちらをリビングとして使っていただくことも十分できます。そして、そのまま隣に行っていただければ、和室、6畳の和室がございます。こちらの和室はですね、非常に大きな収納がついておりまして、こちらですね、押し入れタイプとなっております。お布団なども十分収納していただけますし、もちろんこのように上の部分も収納となっております。また、後ろを振り返っていただければですね、ちょっと荷物が置いてあってあれなんですけど、バルコニーのスペースとなっております。はい、それではあとは、水回りをご紹介させていただきます。様子見ていただければこちらですね、先ほどの LDK の横のスペースになるんですけど、まずはお手洗いがございます。そして洗面台がございますが、まず奥のお風呂からご紹介させていただきます。こちらがお風呂となっております。シャワーとかもございますので、ゆったりとくつろぐことができます。また、洗面所はこちらとなっております。洗面所の横には、洗濯機置くスペースもございます。そして、こちら出ていただいて一番最後、玄関のスペースとなっております。玄関には下駄箱もついてますので、靴の収納などもすっくり、行うことができます。それではこれで、お部屋のご紹介は終了させていただきます。気になる条件等は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の正木では、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。